どうもこんにちは、仙台アニメンバー任用卒のりなです。任用卒の塚木穂です。今日は私が東京に来るのがほぼ初めてということで、先輩の金さんに原宿を案内してもらおうと思います。原宿で食べ歩きをしながら就活相談を金さんにさせてもらいつつ、まあ、楽しんでいこうと思います。やったー、楽しみ。楽しもう。はい、それでは行ってきます。Let's go! Go! 原宿に到着しました。原宿です。今からキーさんとまずランチを食べに行きたいと思います。やった。今オムライスを頼んで待っているところです。就活実際どうなの？モチベーションとかある？行きたいところもないし、全然モチベーションは正直ない。そうなんだ。んですよ。キーさんは逆になんであんなにモチベ高く就活できたんですか？なんかとりあえずみんなやってるからやろうみたいな感じで、なんか頑張んないとみたいな漠然とした思いもあってやってた。どれで頑張れるんですか？就活を最初の方はゲームみたいな感じだと思ってて、まあ、ゲーム進んでいくの楽しいみたいな。だけど就活続けていって、なんか本当に自分が行きたい企業を見つけた時にめちゃめちゃブーストがかかって、あ、もう本当ここ行きたいって思えたから、最初の時期にいろんな企業を見てたのはあながち間違ってなかったなって今だとすごい思う。来ました、オムライスが。うわ、やばいねこれ。やばいやばい、最高ですね。めっちゃ美味しい。本当ですか？卵が素晴らしい。素晴らしいですか？ふわふわ。ごちそうさまでした。もうお腹いっぱい。お腹いっぱいではないです。お腹いっぱいじゃない。今からクレープを食べに行こうと思います。原宿といえばね、クレープですからね。じゃあ行きましょう。行ってきます。はい、竹下通りです。クレープを目指して歩きます。甘いのがいいんだよね。はい、甘いの大好き。やばい。え、めっちゃありますね。何個あるんだこれは。食べますか。いただきます。いただきます。うん、おいしい。じゃあちょっとキーさんに就活のことで聞きたいんですけど、キーさん何十社もサマー行ってたじゃないですか、インターンとか。その中でいいなって思う企業とかありました？おすすめの企業とか。私はずっと言ってるんだけど、海運がめっちゃ好きなの。へー。そう、海外のその大きな拠点から荷物を日本で運ぶみたいなのを全部やってて、オペレーションとか。日本の輸出入ってもう90何パーセントが海外からだから、なんかそういうのを支えてるって意味で、じゃあすごいロマンがあってすごいいいなって思ったんですよね。IT 業界とかだったらありますか、どっか。結構楽天とか好きだけどね。楽天って本当いろんな事業やってて、モバイルとか楽天市場とか銀行とかいろいろやってると思うんだけど、一つの楽天経済圏みたいなので全部統合されてて、そういうのがすごい何でもできるって意味で面白いなって思った。いいですね。だけど私はなんだかんだで外資ってやっぱいいかなって思ったりする。なんでですか？会社にとらわれずに生きてる人が多くてかっこいいなって思える人として、みんな社員さんとかが。むずいですね。はい、次はちょっと綿あめ食べに行こうと思ったんですけど、お腹がいっぱいになっちゃったのでクレープ食べてたら、一旦プリクラを取りに行きたいと思います。あ、OK です。はい、行きましょう。レッツゴー。はい、めっちゃ楽しかったですね、プリクラ。プリ撮ってきました。トシさんが可愛くなってたね。あ、いや、マジでね、プリクラいいね、意外と。サマーインターンとかのエントリーってどういう基準で してたんですか？私は知ってる企業を全部エントリーしてました。結果良かったですか、それは。あ、だけどなんだかんだ良かったかも。なんかトップ企業だからシェアとかも大きくて、その分なんか業界理解とかにはすごい適してたと思います。やっぱとりあえず応募が大事ですね。そうそうそう、とりあえず応募してみて、でいろいろ行って自分が合ってる業界とかを見つけられたっていう意味ですごい意義はあったかなって思います。ありがとうございます。はい、あ、じゃあ着きましたね。わ、お駄菓子もう一回着きました。食べましょう。行きます。おっす。イエーイ。どうする？3人でこれでもいいですけどね。そうじゃね、多分
の方が映えるよ、ね、映えますね。じゃあこっちでしょうか。これにしましょう。オッケー。無表情に出会ってくさ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。食べますか、じゃあ。はい、いただきます。かぶりますか。これかぶるやつですか。え、これ手じゃない。やばい。取れない。美味しい。甘い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 。え、ちょっと1個いいですか。就活相談。ここで就活相談。面白い。キンさんが就活する上でここは絶対譲れないなみたいなポイントとかってありましたか。女性が働きやすいかってのはめっちゃ重視してた。計画とか子供ができてからも時短勤務ができるかとか、なんかそういうのはめっちゃ大事にしてた。ちょっと話が入ってこない。あ、ちょっと助けて。取れない。助けて。これやばい。やばい。かぶりますか。かぶりつく。ああ、でも食べたくないですよ。いいですよ。はい、食べ歩き終わりました。終わりました。今日は、まあ、いっぱい食べ歩きをしながらキーさんに就活について質問をさせていただきました。他の二4卒の皆さんもぜひ参考にしてみてください。はい、バイ。